買い物客の決断疲れを利用するため、わざとレジの近くに置かれたキャンディとスナック菓子。意思決定と心理学の分野において決断疲れとは、意思決定を長時間繰り返した後に、個人の決定の質が低下する現象を指す。現在では不合理な意思決定の原因の一つとして理解されている。職務中の裁判官を例にとると、午後には日中早いうちに比べて、 好意的な判決が少なくなることが明らかになっている。決断疲れは消費者に本来必要でないものを購入させるなどの粗末な選択をさせることにもつながる。選択肢のない人々はそれらを望みそのために戦うこともよくあるはずだが、しかし同時に多くの決断を下すことに嫌悪感を覚えうるところにパラドックスがある。消費者が車の販売店を訪れると、 主事のローン契約や上位部品、保証の選択のすべてに圧倒されてしまうかもしれない。両立しないものの間の妥協、いわゆるトレードオフは、高度でエネルギー消耗の激しい意思決定である。精神的にすり切れた人は、トレードオフに対して億劫になったり、大変粗末な選択を行う。スタンフォード大学のジョナサン・レバブは、決断図彼が、どのように人をセールに弱くし、 またセールの時間を決めるためどのようにマーケティング戦略がデザインされるべきかを示す実験を考案した。普段は分別のある人々がなぜ新車の錆止め加工を進めるディーラーに抗えないのか。それが決断疲れによって説明できます。プリンストン大学のディーン・スピアーズは経済的なトレードオフを常に迫られることで生じる。決断疲れが人々を貧困層に押しとどめる。 大きな要因であるとする根拠を示した。もし経済状況が貧者にとても多くのトレードオフを迫るとすれば、貧者は他の活動に使う精神的エネルギーがほとんどなくなってしまう。スーパーへの外出が各商品により多くの心的トレードオフを要することから、もし富裕層より貧困層の決断疲れをより早めるとすれば、レジンに至るまでに貧困層は チョコバーとフルーツキャンディに抗う意志力をほとんど失っていることになります。これらの商品は衝動いと呼ばれるに違いありません。決断疲れにより決断を全くしない状態に陥ることがあり、これを決断危機と呼ぶ。イエンガーとレッパーによる研究によると、より多くの選択肢がある人の方が何も買わない、決断に消極的で、 6個のうちから選んだ場合より24個または30個から選んだ場合の方が最終的な満足度は低いことが分かった。これは選択という行為が選択肢の中から大きな意思決定を行うことを求める限り重荷になりついには反生産的にもなりうることを示唆している。決断の質を管理する組織的な取り組みの中で決断疲れとうまく付き合えるようマネージャーを助ける。 技法が発明されている。トレードオフと意思決定の感情的コストを回避するために使われる決断機器の他の形態には可能なら規定のものまたは現状維持を選ぶなどがある。決断疲れはスーパーマーケットでの理不尽な衝動買いに影響する。スーパーマーケットへの外出中に値段と速販に関するトレードオフの決断が決断疲れを作る。こうして 買い物客がレジにたどり着く頃には、キャンディーと砂糖菓子を衝動返したい欲求を抑える意思力はなくなっているのである。甘いおやつがよくレジに備え付けられているが、これは多くの買い物客がそこに至る前に決断疲れを起こしているためである。フロリダ州立大学の社会心理学者、ロイ・バウマイスターは、衝動外と低い血糖値に直接の関連があることを発見した。 また、血糖値が低下している時にグルコースを補給することで、良い決断を下す能力が復活することを示した。これは、なぜ貧しい買い物客が外出中に買い食いしやすいかを説明するために提案された。研究者のキャラルドエックは、決断疲れが起きている間、それは主に意志力はすぐになくなってしまうと考えている。人に影響することを見出した。彼女は、とても骨の折れる。 作業の後、疲れたり消耗したりしたのは、意思力が限られた資源であると信じている人だけであり、それほど限られていないと信じていた人はそうではなかった、と述べている。一部の例では、意思力がそれほど限定されていないと信じていた人が、とても骨の折れる、作業の後により優れた結果を出したと彼女は添えた。選択の過程それ自身が、自己の貴重な資源を浪費するかもしれず、 それにより実行機能が他の活動を実行する能力を低くしている。決断疲れはそのために自己調整を損ねてしまう。ある程度の自己調整の失敗はほとんどの大きな個人的、社会的な問題の原因となっている。例えば借金、仕事や学業の不振、運動不足などが挙げられる。衝動に対する個人の自己管理能力が 決断疲れに直面して削られていくような実験で、決断疲れと自我消耗の間に相互関係があると判明した。ジョージ・レーベンシュタインは次のように示唆した。交換が非生活における衝動を抑えきれず破滅的な失敗を招く理由は、時たま日々の意思決定の重荷に端を発する決断疲れによるものだと考えられている。同様に、ティアニーは、 CFO たちは破滅的な深夜の遊びに身を投じる傾向があると指摘している。法による調整を行う立場の自己調整についてある調査研究は裁判官の下す判決は彼らの最後の休憩時間からの長さに強く影響される事態を明らかにした。我々は決断を行う時間帯ごとに好意的な判決の割合が 約65%からだんだんとゼロ近くにまで下落し、休憩後、あっけなく65%近くに戻ることを見出した。グルコースは人がそのまま吸収可能な担当の一種である。したがって、要因に吸収され、血糖値が速やかに上昇する。ありがとうございます。